今はこの釜山のタクシーに乗り込んでるんですけど、いやーでも すごいですね、本当やっぱり街が。シートベルト、シートベルト、日本語上手。あ、すいません、運転手さん、窓開けていいですか。もう日本語や。運転手さん、日本語は知れません。運転手さん、あの窓開けていいですか、後ろ。出てきない。出てきない。いい動画撮れそうだね。いや、これはちょっと YouTube にいいですね。あ、街はやっぱすごいですね。なんか、プサンって聞いてたら、やっぱりこんなもんかと思ってましたけど、でかいですよ、街的にはこれ。結構なんかこれ、いい動画撮れそうですね。まあ横にはなんかちょっと妹が座ってるんですけど、動画 NG なんで。すいません。でもなんか街的にはなんか、なんか僕台北、あの台北行ってたんですけど、台北と似てますね、街的には。あったかいね、やっぱね。そうそうそう、あったかいし。ずっと聞かされるの。え、ずっと聞かされるの。そうそうそう。四国っぽい感じだね。あ、確かにそう。あ、今の父ですね。家族旅行でも来てるんで。四国、確か四国っぽい、ちょっと確かに。ぽい。うん。なんかちょっとなんか、街をちょっと軽く都市開発しながら、なんか。四国、九州みたいな。あ、皆さんぜひぜひ、釜山遊びに来てください、本当に。まあ、3日しかいないですけど。ぜひぜひ、なんか、おすすめですね。まあ、結構、韓国とか、なんかソウルとかのイメージですけど、本当に。いいんじゃないですか、釜山も。街がちょっとなんかすいません、なんかタクシーでちょっと取りづらいですけど。あ、でもなんか橋とかもあって、これでかい、なんて橋なんですかね、これ。あ、これはなんか結構高架下の橋なのかな。すごい、なんかいい街ですね。まあ今日はちょっといろいろ動画撮ってくんで、お話します。ありがとうございます。